おはようございます。今日ですね、皆さんにちょっと最近巷で噂になっているメンズメンダーっていうあのエア抜き用の針をちょっと皆さんに使い方をですねちょっと紹介したいなと思うんですけども、なんかね、まあ通常のエア抜き針になんかこういうちょっとパイプが通してあって、まあこの道具が画期的っていうより抜き方が今までにない抜き方なんですけども、口の中からねエアを抜くっていうための針です。でこ のキャップに一応ここに先にですね、よくこのエア抜き用の針がねよく根詰まりするので、それを取ったりするためにもこういうなんかニードルがついてて、まあ、非常に根詰まりしにくい、作りになってます。で基本的にちょっと深いとこから魚を釣ったり、こういうちょっと秋口冬場に寒い時にね魚を釣ったりすると、なんか空気の調整をできなくて結構空気が溜まったりしてね、ライベルの中でこうコロッとひっくり返ったりするんですけども、まあ、そうすると魚が弱ったりするので、まあ、それを防ぐためにこういうエア抜き針で抜いてあげるっていうのが一つの方法だと思います。今からちょっとやってみますんで、通常ね魚はもうちょっとライベルの底の方にいてることが多いんですけど、この小さい方のやつはねもう完全にお腹にエアが溜まってもう水面に浮くような感じなんですけど、このちょっと40弱のやつもねちょっと下に潜っていくのがこうやってパッと浮いてくるじゃないですか。これも完全にエアが溜まってる証拠なんですけどもね、ちょっと今からそれを抜いてみたいなと思うんですけども、まず小さい方からちょっとやってみましょうか。もう非常に簡単です。ここをねアップで撮ってもらったら喉の奥の方にねここに、まあ、僕らが勝手に言ってるんですけど喉チンコみたいなのがこう2つポコポコってありましてですね、わかりますかね。でちょうどねこれの間のここに刺す形になるんですけど、ここにも単純にこうスッと刺して、今もう抜けた音がしたんですけどね、でこのままライベルに刺したままこうつけてあげるとこうプクプクプクってこう泡が出てるんですけども、これね今プクプクってこう出てますね。もうこれでほぼできました。でこれで離してあげればこうやってもう底の方に沈みましたよね。もうねさっきのバス上で暴れたんですけども下の方でもう調整ができたんでねいけてますね。じゃあ次ちょっとこっちの大きい方でやってみましょう。これも一緒です。ちょっと口が大きいんで分かりやすいと思うんですけど、このちょうどピンク色のこの喉チンコのね、何か本当の名前は何か分かんないんですけど、この間をこの辺をプツッと刺すような感じ、ちょうど真ん中ぐらい、このねちょうど口の奥のこのピンク色のとこのこのちょうど真ん中に刺すような感じでこうプツッと、でこのままこれをライベルの中にこうつけてもらうと、このほらねブクブクって出ますよね。はい、これで終わりです。でもそのまま針を抜いてもらって魚を離せばもうライベルの中にこう見てもらったら分かるように、もう普通にああやって下の方で泳いでますよね。もう完全に抜けて調整ができた証拠ですよね。はい、こういう感じで非常にこのベンズメンダーっていうのはすごい皆さん簡単に、今までねお腹から刺したり横からブスッと刺したりして結構魚が傷ついたりね、それで血が出たりすることがあったんですけど、これだともうそういうダメージなくできますんで、ぜひ一回やってみてください。簡単です。